乳幼児突然死症候群。乳幼児突然死症候群。乳幼児突然死症候群。SIDS。シッズは、何の予兆もないままに、主に1歳未満の健康に見えた乳児に、突然死をもたらす疾患である。予期せぬ、乳幼児突然死。A、サドンアニックスペクテッドインファントです。水道サドンアニックスペクテッドデスイニーインファンシー。筋の一種である。アメリカなどでは、 俗に、コットですや、クリブですと呼称する。2005年4月18日、厚生労働省が公表した SIDS に関するガイドラインによると、SIDS は、疾患とすべきでないという意見もあっ2014年の人口動態統計では、日本において147名の乳幼児、男児91名、女児56名が、SIDS で死亡したと診断され、先天帰刑。 変形及び染色体以上、周産期に特異的な呼吸障害等に次いで乳児の死亡原因の第3位となっている。診断基準上は原則1歳未満とされているが、実際には月齢2ヶ月から6ヶ月程度の乳児における死亡がほとんどである。厚生労働省の SIDS 診断ガイドラインによる定義は以下の通りである。SIDS は 症状の深刻だけで正確な診断ができるわけではない。例えば、死亡に先立って、その子を損なうような行為があり、静かになったことが眠ったように見えた場合、眠っていたと思っていたのに死んでいたという深刻だけを聞いて、病死という診断をしたならば、誤診になる可能性は高くなる可能性がある。そこで、法医学の中でも正確な診断にこだわる人々は、 医学的な結論を出す前に、犯罪の可能性と事故の可能性を否定するための調査を慎重に取り行う。これを死亡状況調査といい、最新の SIDS 診断基準では、SIDS であることを確認する前提として、必須とされる。2016年現在、SIDS の原因は不明である。単一の原因で、説明可能なのか、様々な原因による、 突然死の集合であるのかも判明していない。呼吸器の先天的、後天的疾患が関係するのではないか、等、いくつかの仮説があるにとまっている。厳密な SIDS に限らずそれまで正常だった、小児が急変して、突然死した症例を、抗議の SIDS とするならば、突然死における、先天代謝以上は5%を超える。 1>, 1歳未満の乳幼児突然死のうち、病歴、健康状態、死亡時の状況、精密な解剖を行っても、死亡の原因を特定できないものである。厚生労働省のガイドラインである、診断に際しての留意事項によと、以下のようになる。外因死の場合は、異常死として取り扱い、警察に届けれる必要がある。米国小に科学界は、他の睡眠関連死、 A, スリープ、リレーテッドインファントデスと合わせて以下の予防法を推奨している。これらの積極的な実行によって死亡率が優位に減少することが明らかになっている。1992年、米国小児科学会は乳児を業外とすることで SIDS の発生率が優位に減少させられると発表した。日本小児科学会と厚生労働省でも健康な乳児は 仰向けで寝かせることを推奨している。しかし、その結果として乳幼児が長時間仰向け寝の状態に置かれることになり、乳幼児の頭蓋変形が飛躍的に増加した。そこで乳幼児の頭蓋変形を予防するために、タミータイムを取るなどの予防法が行われている。原因は不明ではあるが、母乳で育っている乳幼児の方が SIDS の発生率が低い。 厚生労働省も、なるべく人工乳ではなく母乳で育てることも、推奨している人工乳が SIDS を引き起こすということではない。母乳同様に原因は不明であるが、両親が喫煙していない乳幼児の方が、SIDS の発生率が低い。喫煙女性の母乳、あるいは受動喫煙の状況にいる女性の母乳には、ニコチンが含まれる。 1990年代から2000年代前半にイギリス、ヨーロッパ、ニュージーランドで行われた統計と SIDS 発生のデータ相関では乳幼児と両親が同じベッドで寝ていたり床にマットを敷くなどして添い寝していた場合の SIDS の発生率が高いという研究報告が出ている。両親が喫煙をしていて添い寝していた場合はさらに発生率が高まっている。 では、それまでにも親が喫煙する場合は同じ部屋に乳幼児を寝かせない。親が薬物やアルコールを摂取している場合には同じベッドに乳幼児を寝かせないことを推奨していたが、2013年12月に生後3ヶ月未満の乳児は親と別のベッドで寝ることが SIDS 予防に重要と正式にコメントしている。テボリ大学の小児科教授は、そい 乳幼児突然死症候群、SIDS の危険因子であることが判明したと語っている。イギリスの医学誌、ブリティッシュメディカルジャーナルには、IDS 約1500件のうち2%が、親と乳幼児が同じベッドで寝ていた際に発生しており、親が添い寝した場合には、乳幼児が一人で寝た場合に比べ、SIDS のリスクが約5倍に跳ね上がるという論文が掲載されている。 米国小児科学会は2016年10月に以下のガイドラインを学会誌に発表している。乳児が突然死亡した場合、過失や犯罪による死亡なのか、避けられない疾患による病死だったのかについて、しばしば問題となる。欧米諸国では厳密に解剖、冒険によって呼吸器や神経系などの器質的疾患を除外した後に、SIDS の診断を行う。 日本も同様に解剖なしに SIDS の診断を下してはならないとされては、いるが死亡診断書の診断に解剖なしなのに SIDS を記入した例もあるため、千葉大学と千葉県は2012年から2016年に千葉県内で死亡したすべての未成年者、約1280人の死因の全例を再分析している。また、同時に虐待死の疑いがあるのにもかかわらず、 そう記述しなかった例の再分析も行っている。また、遺族は単なる悲しみだけではなく、何とか予防できたのではないかという罪の意識に苦しむことがあり、遺族の心のケアも重要である。日本のサイト、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。